ワン・ツー・スリーと続いてきたランエボの歴史が大きく動いたのは年5月ベースとなるランサーのフルモデルチェンジに伴い第二世代となるランエボ4が姿を表したのである従来モデルとは左右が反転されて搭載された 4G63 型ユニットはついに280馬力を達成。最大トルクも 三十六点ゼロキログラムメートルへと向上した。しかし、何より特徴的なのはこれまでリアデフに採用していた機械式エレスディに代わって電子制御の AYC アクティブ用コントロールを採用したことだ。続いてランエボファイブが登場したのが九十八年一月。このランエボファイブでは WRC の規定に適合するために。 ランエボ史上初の三ナンバーボディを手に入れた97年から始まったダブルアルカー規定を採用するライバルに対しグループ A のまま戦うことにこだわったランエボにとってワイドボディは必然の選択だった性能面ではエンジンの最大トルクが 38.0kgm へとアップされたほかフロントデフにヘリカル LSD を採用。 足回りに倒立式ダンパーを備えるなど細かな変更改良が施されている翌99年1月にはさらなる進化を果たしたラゲボ6が登場する5に対する外観上の変更はわずかだが中身はロードゴーイングスポーツとしての熟成が図られエンジンやサスペンションが洗練された。 そんなランエボ6に初のアニバーサリーモデルが誕生したのは99年12月のこと WRC 史上初の4連覇達成を記念したトミマ記念エディションが台限定で登場したこのモデルは大型のフロントスポイラーや専用の装備が施されたほかサスストロークを見直したりステアリングをクイックにするなど主に オンロード向けのセッティングが施されたのが特徴このモデルを持ってランエボは第二世代に幕を閉じたのである